またピーチパインとは違う濃厚な香りがあるから、はい、特に台湾パインの魅力っていうのは完熟なんですよ。僕の個人的な順位言うて、はい、1番は、うん、どうもこんにちは、ここです。スーパーフルーツティーチャーのなおです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、パイナップルの食べ比べ第2弾でございます。はい、今日は3種類ですね。はい、今回はねパイナップル、ここかわいいね、ちょっと色もねなんかちょっとちゃいますよ。ちゃうよね、ピーチパインかわいい。ちょっと待ってよ、もう先行こうかな。はい、このこっち側から、これはこれはね台湾パインですね。台湾パイン、うん、台湾パインね。はい、タイの17号っていう品種です。タイの17号、はい、タイの農業17号です。17号ね。はい、でこれがピーチパイン。ピーチパインね、これかわいいね。これは今日は沖縄県産です。沖縄です、ね、はい。でこちらがスナックパイン、スナックパイン今人気ですよね。これちょっとこれ大きめかな。大きめです ね、 ね、はい、これも沖縄ですか。沖縄です。はい、台湾パイン、ピーチパイン、スナックパインの、はい、まあ、今日は食べ比べをするというとこなんやけれども、はい、もうこれってこういう色なんやな。ちょっとピンクがかってるというか。そうですね、ピーチパインもいつもこんな感じの色やもんね。うん、ピーチパインはね、本当にね鮮やかなんですよね。赤、ちょっと赤みが混ざってる感じの赤紫というか、うん、これって大きくならないのかな。小型品種ですね。小型品種なん、こんなでかいのは僕は見たことないです。もしかしたら現地行けばあるのかもしれないですけども、まあ、でも基本的にはこれぐらいの大きさがきますね。うん、はい、これいいですよ、パンパンに詰まってて、ね。うん、まあ、今回ねちょっと、フルーツ大学が4月がトロピカルフルーツというところ で、はい、で今回バナナ、うん、でパイナップル結構メインで5種類ぐらいかな、はい、5種類ですね。5種類やな、はい、でマンゴー、はい、マンゴーが 1,2,3,4 種類、マンゴー4種類、はい、であとジャックフルーツ、ジャックフルーツ世界最大の果物、ね、めっちゃでかいやつ、はい、知ってるかな。ジャックフルーツめっちゃでかいんですよ。50キロぐらい、毎年ジャックフルーツ農園 で落下してきたジャックフルーツに直撃して亡くなる方がいらっしゃるっていうぐらい。やばいな、だって50キロってね成人した人間ぐらいの重さやからね。全然大きいよ、ね、あれが、ね、落ちてきたらやばいよ。で、まあ、あとメインで、今回ドリアというところの食べ比べの中で、はい、まあ、今回ちょっとパイナップル今日は3つ揃えたんですけれども、はい、まあ、ちょっと特徴というか、うん、まあ、台湾パイよくスーパーで見るようになったね。そうなんですよ、ほんま出てきたね。はい、多分ね、うん、これが最近のパイナップル需要が高まってるって一つの立役者じゃないかなと。台湾パイ良かったよね。美味しいのすごい、中国とのしがらみがいろいろあってそうそう、だけど日本に入ってくるようになって、そうなんですよ。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、うん、まあ、台湾にとってパイナップルっていうのは主要作物なんですよ、うん、輸出用のすごく大事な作物なんですけども、大量に作ってます、うん、でそれの受け入れ先、輸出先か、うん、輸出先として中国が一番最有力だったんですよ、うん、で、作ったパイナップルをどんどん中国に輸出して、まあ、経済回してたんですけども、中国が台湾に対する経済制裁で、台湾産のパインはもう輸入しちゃダメというのをやったんですよ。だからもう大量に作ってるパイナップルを大量の中国人が消費してたわけでしょ。それをダメってなったらもんだから、もう台湾はパイナップルパーティーですよ。そうな、困ったな、困ったんですよ本当に。どうないするよこれってなで、まあ、そこで日本は、まあ、今まで中国にどんどん行ってたから日本にあんま入ってきてなかったんですけど、 それを日本が買い支えますと、うんうん、いうのでどんどん日本に今度パイナップルが入ってきたんだけども、やっぱりパイナップルもそれほど日持ちのする果物ではないし、はいはいはい、特に台湾パインの魅力っていうのは完熟なんですよ。なのでただでさえ熟度が高い状態入ってくるから、うん、やっぱり値段を安くしないと売れないっていうので、ちょっと値段は落ちてはきてしまったんですけれども、日本に大量に入ってきたというので、台湾パイン安くてうまいやんけってことに気がついた日本人が増えたと、うんうん、いうところなんですよ。むしろよく買ってるよ、うん、半身とかで買ってるわ。あー売ってますね、うん、でカットしてるやつはじゃなくて半身のカットのやつを、まあ、家で切って、うんうん、まあ、食べるみたいな感じなんですね。それでも安くで大量にできますから、ね、いや安いで400円台でスーパーで買ってたんちゃうかな多分。そうですね、それでも半身あれば十分、ね、家族の、ね、うん、デザートにはなるからね。そう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 、まあ、日本にとっては結構嬉しい誤算、ね、いやそうそうそう、まあ、台湾にとっても嬉し、まあまあね、うん、こんだけ消費してくれてありがたいんだなっていう、ね、ちょっと台湾パインがもう認知されてきたからね。そうですね、早かったね、早かった。早かったね。でもまだこれからですよ。これタイの17号って言うんですよ。でこれは今台湾の主力品種ではあるんですけども、うん、実は最新品種がまだまだね22号ぐらいまであるんですよ。ほー、これ17号で17号。これ番号が大きくなればなるほど最新品種。まあ、最新やな。今最新品種は確かねマンゴーパインっていうタイの22号っていうのがあるんですよ。へー、マンゴーパイン。そう。その前の21号かな。
ちょっと番号は不確かなんですけど、フレグランスって名前の付いてるパインがあるんですよ。おもうねむっちゃ興味わかへん。どんな、いい名前やな。なんかすごい香りよさ。ハニーフレグランスやね。ハニーフレグランス、はい、そう、そんなもうこれをきっかけにしてどんどん日本に入ってきてくれたらなって僕はちょっと思ってるんですけどね、うん、まだあんま入ってきてないんや、はい、まだこれだけです。あ、そうなんや、うん、通称金さんパインっていうこのパインだけです、ね、今後が期待ってことね。期待ですね、うん、はい、っていうのが台湾パインです、はいはい。でピーチパインですよ。ピーチパインですね。これはですね、今果物業界ってパイナップルに関わらず糖度推しじゃないですか。まあもちろんそう、ね、より甘く、うん、はい、もう糖度競争じゃないですか、うん、で僕は個人的には糖度競争止まれって思ってるタイプなんですよ。まあまあ、うん、まあ、糖度と酸味となんかいいバランスがあってほしいねって感じだな。そうなんですよ、うん、もう甘きりゃええと思ってたらあかんぞと、はい、まあまあまあ、そう、やっぱり甘みと酸味のバランスだったりとか、はい、で甘みを追求するとどうしてもね香りが損なわれていくっていうのが果物のセオリーなんで、うん、まあもっと個性的なものをいっぱい作ってほしいなっていう思いはあるんですよ、うん、まあ、まさにそれですよ。ああそう、これはね、あの糖度はそれほど上がらないです、うん、まあ、言うても糖度はあるんですけども、うん、それほど上がらずに香りがいい、香りがめちゃくちゃいい。ピーチってつくだけ、ピーチってつくけどももうピーチどころの話じゃない。ああそう、ちょっとね、あの花の香りのようなね、うん、ちょっとすごいね、あのいい方向、ちょっと酸味をはらんだいい香りはするっていう感じですね。それがこのピーチパインの特徴なんですよ。いいとこね、はい。そしてスナックパインね。スナックパイン、もうこれはもう説明いらずでしょう。まあ結構有名よね。有名です。ちぎれるんやな、はい。そうです。あの品種名はボゴールっていう品種名。ボゴール。ボゴールっていうのが品種名。台湾製の、あの原産のパインなんです。でこれが、まあ、スナックパインって名前ついたのは、まあ、スナック菓子のように手軽に食べれる。食べれるってことね。プチッとちぎってパクッと食べれると。切らんでいいっていう。そうですね。とはいえ切らなあかんねんね。切らなあかんね。頭はちょん切らないと無理なんですけども、あの、まあ、それぐらい簡単に食べれるっていうので、その手軽さが受けて大人気。なったやつね。そうです。で味も酸味がないんですよ。これすごい食べやすいんです味が。うーん、酸味ない、うん、酸味がない、あの本当に純粋に甘みっていう感じです、うん、なので酸味が好きな人にはちょっと物足りないかもしれないですけれども、非常に食べやすいパイナップルとして人気のパイナップルです。はい、はい、分かりました。ということでこれを、はい、食べましょうか。はい、はい、じゃあ用意お願いします。はい、はい、切ってもらいました。はい、はい、ちょっと手元、これはなかなかピーチパインが、ね、うん、色が違うんで白いね、まあ端っこからいきましょうか、はい、こちらの一番これですね、はい、これが台湾パインか、はい、で真ん中がピーチパイン、はい、でこれちょっと皮付きで、ね、はい、これがスナックパインとボゴールですね。いうとこでほんまねピーチパインが白いからちょっとこれが特徴的やなというところでございます。食べ比べするんですが、はい、評価、はい、糖度、はい、酸味、酸度で香りね、はい、の評価をしたいと思います、はい。まあ、1が甘みがなかったり香りが良かったりやけど、10が甘みが強かったり香りが強かったりというところでございますと、はい、まあ、台湾パインから、そうですね、台湾パインからいきましょうか。いきましょうか、はい、まあ、一番オーソドックスこの中では、そうですね、あでも味的に言ったらこれが一番あれかな、スナックの方が、一番オーソドックスかな。うん、じゃあちょっとじゃあ台湾パインからいきましょうか。はい、いただきます、はい、ああすごい水分量すごいな、やっぱ台湾パインはね、あ香りが、そう状態がいいと他のパイナップルではねないすごい香りがする。何やろなこれ、何でしょう、一般的なパイナップルの香りとちょっと違うというか、うーん、酸味もあるね、うん、しっかり酸味あるね、甘みはある、美味しい、香りもある、うん、うーん、ちょっと喉に刺すような、まあこれは多分あれですね、あのブロメラインですね、ブロメリンですね、うん、タンパク質分解酵素があるね、うん、はい、僕の評価いきますわ、はい、これめっちゃ分かりやすい、うん、糖度6、うん、酸味6、はい、香り6です。おお、僕はなるほど、うん、いいよ、美味しい、あのほんま酸味をしっかり感じられるね、うん、で香りがね6でめっちゃ濃いんやけど、なる一般的なパイナップルと違ってよりなんて言ったらいいんかな、うん、難しいな、フレッシュ感が強いというか、うん、うん、一般的なパイナップルとちょっと違う香りがすんねんけど、何の香りやろこれ、あの後味もすごく残ってるよ、その香りが残ってる、あよくね台湾パインが評価されるのは、うん、まあ、パインの香りとリンゴの香りと、うん、もう一つココナッツの香りを持ってるっていうのがで、熟度が上がるともう本当にココナッツの香りします。うん、で今回の酸味がちょっと残ってるから、まあ、熟度はもう一つ
上がってなかったんじゃないかなっていうのがあるんですけれども、僕はそのココナッと香りがするっていうのを知ってるから、うん、あのそれを探せば確かに、ああ確かにあってのが分かります、ね、ちょっと違うな、うん、まあ確かにそうやな。でも香りがほんまに豊かよさ、うん、なんていうかな、甘みが残るんじゃなくて香りが口に残ってる感じ、うんうん、そうですね、がいい、はい、はい、では僕の評価いきましょうか、うん、甘み7、7、はい、高いね。で酸味は5かな、5、はい、うん、あのどうしてもねやっぱりあの酸味が強いっていうのはあのボリボリのパイナップルのイメージがあるんで、あ、まあまあまあ、それと比べたらね、うん、まあまあ、まあ食べれるレベルなんで、まあ5ぐらいかなっていうところですかね。で、まあ、香りはいいです。まあ香りそうですね、6かな、うん、で、さっきも言ったように、まあ、パイナップルとリンゴの香りと、うん、本来もうちょっとココナッツの香りがグッと上がってきてほしいところだけども、うん、まあ、ちょっと今回のは抑えめっていうところですかね。まあ、酸味がちょっと立ってたからね、うんうん、美味しいよ、美味しいよ、美味しい、美味しい、うん、十分美味しい。まあ、スーパー行ったらいくらぐらいなのかね、一玉これぐらいで。どうなんやろ、さっきで僕言ったように僕半玉で400円ぐらいだったやつ、700円とかそれぐらいのもんだと思うんですね。そうやな、そんなもんかな、うん、まあ、それで一玉買えばね、結構な大きな家族でも全然いけますよね。うち5人家族ですけども全然十分食べれるぐらいあるんで、いいね、うん、いいですね、はい、はい、続きまして、はい、沖縄県産のピーチパインですよ、ね、これもうちょっと色が白っぽい感じでね、はい、行きましょうか、はい、あ、やっぱちょっとしっかりしてるね、しっかりしてる、あ、いい香り、うん、はい、いただきます。ピーチパイン、うん、ザ・ピーチパインですよ。うわ、香りすごいな、すごいでしょ、すごっ、これですよ、初め食べて初めに噛んだ時に来る香りがねすごくいいんですよ、強烈やな、うん、酸味も強いあります、うん、うん、甘みはまあ多分実際の糖度は結構あると思う、あると思うで、うん、あると思うけど酸味が強いからなんといっても香りやな、すごい本当にね。もちろんパイナップルの香りはするんやけども、うん、なんかもうもはや香水っていう感じの花のような香りがね、うん、あ、そう、お前な、花のような感じするんですよ、フローラルなんですよ、うん、ピーチかって言われたら分からへんけど花のような感じやね、うん、これもう一つ熟すと色が透明かかってくるんですよ。その状態で食べるともうちょっと桃に似てる、あ、うん、白が透明になってくるな、透明っぽくなってきます、はい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 、いやこれね難しいな、僕糖度ね4、うん、酸味ね、うーん、6、うん、香りはもう9、9かな、そう、香りやわこれは、うん、香りなんですよ、いい評価、もういいわ、うん、でもね、あのどっちかって言ったら後残りする香りっていうよりかは、はい、結構スッて引いてる香りやね。そうですね、今ももうちょっと口の中あんまない感じやから、そうですね、なんか甘みと一緒にダラダラ残るっていう感じじゃなくて、食べた時に果汁と一緒に鼻にコンと抜けていく感じの香りですね。ただね、香りの濃度香りが強いじゃん、濃度はもう10ぐらいある、すごい香りの濃度が強いね、もう強烈。そう、これねピーチパインって名前じゃないですか、うん、あの今もう一つ名前ついてるんよ、ブランドとして、あ、それがね、ジュアリーパインっていうんだけど、ジュアリーパイン、ジュアリーパイン、あの、まあ、宝石のようなっていうのと、この香りと果汁がジュワリって出てくるっていう、まあ、まさにその言葉通りかな、まあ、すごいわ、うん、なかなかセンスありますよこれ、うん、美味しい、あのすごく特徴的、あのこの特徴はいい特徴だと思うですよね、ぜひおすすめしたいなこれ、へえ、状態これ美味しいな、じゃあ僕の評価いきましょうか、はい、糖度はね、まあ、実際に舌で感じる糖度よりも結構あるような気がします、6ぐらいかな、うん、糖度6で、3も6、うん、66、香りはあの極めていいです、もう本当に10、うん、まあそうやな、うん、僕はあのね食べたことないんやけども、香水パインって言われてるパイナップルがあるんですよ沖縄に、うん、それはねめちゃくちゃ香りがいいって言われてるんだけども、僕それ食べたことないんで、現地かな、そうです、あの僕が食べた今まで食べたパイナップルの中ではもうこのピーチパインが一番香りがいい、一番香りね、うん、ですね、なので10です、香りがいいというか強いというか濃いというか、うん、濃厚、香りが濃厚、はい、とてもいいパイナップルです僕、うん、なんかねやっぱ一般的なパイナップルを食べてる人からするともうぜひ食べてほしい、あ、こんなに違うパイナップルがあるんやっていう代表やな、うん、今全然違うわ、そうですね、これは、うん、なんかもうこう一点っていう感じ、ね、もうほんまに、ね、ほんまそう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 、はい、うん、あ、いいね、こう一点いいと思うわ、うん、もう分かりやすいわあそこすごい分かりやすい、うん、うん、他のパイナップル男性陣やったら一人だけ女性がすごいいい香り放ってる感じやな、わ、うん、かりました、はい、はい、じゃあスナックパイン行きましょうか、はい、まあ、これほんまに、ね、はい、ちぎった感じの
そうです。これちょっと今回皮ごと用意してるんで、うん、実際にちぎって食べていただく。これ絶対皮ごと食べるわけじゃないですよ。あ、違います、うん、そこはちょっと気をつけて。せっかくね、その皮ごと食べれるっていうのが歌い文句なんで、皮をちぎる楽しさをやろうじゃないかと、はい、あ、ちぎる、はい、僕も生きてもうわ。ちめっちゃ、いや僕ちょっとちっちゃいから。あ、そうね、うん、はい、あ、まあこんな感じでね。あ、はい、ほんならちょっと、え、それもこうできる、はい、いきます。ちょっとミサさんにちょっとパイナップルのこのセルあるじゃないですか、一個ずつ。そのセルをこうちぎる感じですね。でこうちぎり分けるっていう感じですね。はい、これ他のやつでできひんねんね。これだけですね、できるのは。うーん、これでスナックパインと。はい、じゃあ僕もやるわ。で柔らかいんで中の芯も食べれるんですよ。これ残しについてるもんね。うん、うん、甘い。芯はちょっと硬いけど全然食べれる硬さね、うん、食感コリコリしてる芯の部分。うん、確かにこれオーソドックスだね、うん、食べやすい。甘みもあって酸味もあって香りもあってみたいな。ほんまにオーソドックスだね、これ。そうですね、だから本当にこのちぎって食べる楽しさを歌いも歌いにしてるっていう、うん、そういうパイナップルです。うん、ちょっとでも甘み足りひん、これ。そんなことない、こんなもん。味に関しては全体的なポテンシャルはちょっと低めです。あのバランスはいいんやで。バランスはいい、バランスはいいんやけども、うん、めっちゃ甘いってわけでもないし、そうやな、うん、めちゃめちゃ酸が立つってわけでもないし、香りがいいってわけじゃない。でもこれでも結構酸味あったで。酸味ちょっと強かったかな。これ酸味強いなと思った、うん、本来は酸味が全くないのが売りなんですよ。うーん、酸味がないがために、あのちょっと平べったい味になりがちな感じですかね。繊維がでもちょっと他のパイナップルに比べてあるかな、うん、ちょっと硬い感じしますかね、うん、そのなんか食べれる部分の繊維が、うん、なんか繊維が残るというか、まあ、でもその繊維があるからこのちぎる感じにできるんですよ。あ、まあそういうことね、うん、これあの他のパインと一緒だったらポキッと折れちゃうんで途中で。はい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 、はい、うん、どうか。はい、うーん、そうやね、まあ、これに関して言うと糖度が4ぐらいかな、うん、うん、で酸味がちょっと6、ちょっとこれは多分ちょっと強かったかな、うん、でもだいたい平均的に多分5号なんやろうなと思うね、うんうん、でもこれに関しては糖度4の、酸味が6、はい、香りは5、はい、うん、悪くないよ。いや、なんかちょっとさっきのピーチパイの後やからな、個性を感じない ね、 うね、うんうん、個性はそれほどねないですね、うん、はい、はい、私の評価はですね、糖度は4、うんうん、で酸味は結構強いです6。そうやね、うんうん、で香りは、うん、やっぱり一緒やけどピーチパイン食べた後やからね、うん、まあ平べったいパイナップルの香りっていうか、これ3ぐらいかな。あ、結構低めやね、うん、まあ、ないわけじゃないよね。ないわけじゃない、強いってわけじゃないんから、まあ、強さで言ったらまあ5ぐらいあるんかなっていう感じですけど、うん、なんかこの豊かさがないっていうか、まあそうやね、うん、で、まあ、なんといってもやっぱこのちぎって食べるっていうこの楽しさですよ、うん、そこに特化したパイナップル、ね、まあそうやな。まあでも僕の個人的なな順位言うて、うん、はい、はい、1番はピーチパンやな、うん、そりゃそうでしょう、うん、で2番台湾パン、はい、3番がスナックパンかな。なるほど、うんうん、まあまあ妥当ですよ。123やわ、うん、そうやったら、まあ、ぜひね完全に熟した台湾パンも食べてほしい。おうん、またピーチパインとは違う濃厚な香りがあるから、うーん、美味しかったけどね、うん、まあ、特徴がやっぱピーチパインは強いね。いや、これしかもね状態もいい、今日のやつは。ああ、そうなんや、うん、いいです。まあそういうところかな、はい、美味しいねピーチパイン。まあスーパーで売ってます、はい、あの普通にあの農協で出荷されてるんで。でも3つと持ってるってことね。売ってます。特に台湾パインとかって今本当にあの安売りスーパーから高級スーパーまでどこ行って持ってると思う。うん、そうやね、まあこの中で言ったら僕は何回も言うけどピーチパインを食べてほしい。ちょっと味がほんま違う、食べたことがないんやったら食べてほしいな、うん、うん、ほんまに、あ、おーすごいこのパイナップルって思うわ、うん、そうですね、まあ、その食べる時にこれは香りがいいっていうのでバクバクって食べると初めにちょっとしっかり噛んで食べてほしい、うん、じゅわりっていう感じを楽しんでほしいなと思います、うん、はい、はい、分かりました。まあこれもちょっとスーパーで買えるというところでぜひ参考にしていただきまして、はい、お値段聞いてないわ。だいたいどれぐらいなんだよな。そうですね、まあ、スーパーで買った場合ですかね、うん、この台湾パイン、これも本当ピンキリです、うん、安かったら500円切るような値段で投げ売りされてることもあるし、はいはい、でだいたいアベレージ700円ぐらいかな、うんうん、ちょっとまあこれぐらいの大きさで、で、ピーチパインはこれもだいたい700円ぐらいですけども、玉がちっちゃい、ね、ちっちゃいからな、ちょっと割高です、うん、そうやな、まあ、そうで言ったらほとんど同じぐらいかな。でスナックパインちょっとこれ大きめなんですよ。
これぐらいの大きさだったら900円ぐらいいくかなと思うんですけれども、これもちっちゃいになります、うんうん、小さいだったらまあ500円まで、500円ちょいぐらいかな、で販売してるかなと思います、うん、はい、はい、というところでお値段の参考もしていただきまして、味の特徴もねちょっと僕らのあれを参考していただいて、はい、ぜひピーチパイン買っていただけたら押していく参考にしてこれを選ぶんや、ね、うん、そうそうそう、はい、いや美味しかったから、ね、美味しかったね、はい、というところでいいでしょうか、はい、はい、では次回もよろしくお願いします。